神戸山口組は、日本の兵庫県神戸市中央区二宮町3の10の7に主たる事務所を置く特定構想指定暴力団。組員数は2020年12月末時点で約2500人。六代目山口組、住吉会及び稲川会とともに、警察庁から主要暴力団として位置づけられている。かつては、 兵庫県淡路市静木88の位置に本部を置いていた。警察庁の報告によると、2015年8月27日に指定暴力団6代目山口組を離脱した13名の直系組長により結成された組織であり、組長は4代目山県組組長井上邦夫である。分裂の背景には6代目山口組が 司かさしの部をはじめとする名古屋の行動会出身者を徴用していることに対して以前の主流派であった山県組等の関西系組織の不満があったものとされている。六代目山口組で毎月65万円とされる上納金が神戸川では10万円まで減額されていると言われ、一部の幹部に対しては1000万円単位の支度金まで用意されるケースもあるとされる。 結成以後六代目山口組との抗争状態が続き、発砲や車両突入などの関係抗争事件が2016年3月6日までに20都道府県で49件発生し、翌日7日に警察が対立抗争状態と認定してから2019年末までには72件発生している。2016年4月15日、兵庫県公安委員会により、 指定暴力団に指定された。また、読売新聞は、警察当局が六代目山口組と共に、特定構想指定暴力団への指定を、検討していると報じられた。2017年4月30日、参加の一部団体が組の運営方針に異議を唱え、神戸山口組を離脱。半家を翻す形で新組織、任教団体山口組を結成した。 2017年10月2日、暴力団追放兵庫県民センターが、本部事務所の使用差し止めを求める仮処分を、神戸地方裁判所に申し立てた。これを受け、神戸山口組側は、地裁が判断する前の同月25日、淡路市内にあった、本部事務所を閉鎖した。2019年12月に、兵庫県公安委員会など6府県の公安委員会により、 六代目山口組と共に特定抗争暴力団に指定され、2020年1月7日の官方告示をもって発行した。山口組と同様に、田岡和夫が制定した下記の古箇条からなる綱領があり、定例会等で昭和される。1、内を傾るに和親合一を最も尊ぶ1、外に接するに愛念を自主審議をおもんず1、 徴用の上は前例によって終始す一、ち、生に処するに、己の不死を守りそしりを招かず一、先人の経験を聞き人格の向上を図る。ありがとうございます。